どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギュンやっていきたいと思います。さあ敵の顔、ハッカーの心臓の発信源は近づきつつあるけどね。僕近くです。バンから発信されています。さすが。じゃあバンを見つけて中を見てみよう。見るだけで済むかな。バンは自動運転ですが武装ドローンに守られているようです。そこで新しい作戦です。バンに近づいて距離を保ってください。その間に私が制御信号を解析します。もう分かったよバグリー。私が死んだら絶対あんたのせいだからね。わかりました、ね、あなたの死体には誠心誠意謝っておきますね。おお。ホブ、被疑者を追跡する。めちゃくちゃ速いじゃん。いやーむずいむずいむずい。よしよしよし。さあ、ハンドルが効かねえ。被疑者が検問を通過した。さあ 60% 切った。やーべえな。極端にねめちゃくちゃ速くなる時があるからね。どういく？はい。よし。それは困り。うわーっと。よし。よし。信号ゲッチ。安全な場所ね。安全な場所が知りたい。ガハッ。おーやばい。よし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 。現在追跡中。繰り返す。現在追跡中だ。ビークルが危険な状態です。直ちに降りてください。いて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 、これ降りれねえのかよ。しかも。よしよし。あとちょっとだったのに、どこに消えたの？目標を追跡中だ。はあ、危ない。いや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 、めちゃくちゃ大変じゃん。これで追跡が完了しました。バンを操作している信号はストックウェルオーバンカーから発信されています。ゼロデイもそこから諸々の犯行を行っていたものと思われます。犯人はドラマチックな演出がお好みのようですね。燃える展開が好きなら文字通り火をつけてやる。座標送って。というか、ちょっと待った。なんか一人出てきてないよね。最初から仲間だったあの女性。あいつなんで顔出さないんだ、一切。ストックウェルバンカーに近づいています。ゼロデイを名乗る悪玉版デッドセックの隠れ家だと思われます。ほう。んーじゃ。入るか。なんかすっごい派手なところだな。
これ入るの？ゼロデイのバンカーにつながるエレベーターは妙なセキュリティシステムによって守られています。マネッコ遊びの一種ですね。そちらを解決しないことには仮想へたどり着けません。はあ、続行しますか。ゼルデイと対峙するまでバンカーを離れて工作員交換することができません。準備はできている。あ、ごめん、全然見てなかった。いやいや、そもそもさおっと、私が警告を怠ったなんて言わないでくださいね。大はありませんが、同じ失敗は繰り返さないことをお勧めします。そうだね。ドゥーン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 。第二次世界大戦の頃のものじゃないみたい。誰かがセキュリティを全部アップデートしたの？ドゥーン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 。これでいいのかな？はい、成功。さあ、ゼロデイはこの下か。はあ、よし、ちょっと準備してくるね。ちょっと、よし、行こう。お世辞にも歓迎されているとは言い難いですね。上層のセキュリティから判断するに、型破りな防衛施策が用意されていると思った方が賢明です。型破りね。ドローンやばそうなんだよな。うーわ、ガス。全然見えねえじゃん。いやー、これは見えないね。やばいな。で、タレットがあると。ハイジャックして。めっちゃトラップあるな。
あ、当たってるっちゃ当たってるね。ね、あっちをちょっとハイジャックしたいけど。やば。やば。くそ、ゼロデイ版のナルニア王国のつもり？やばい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 、これはやばい、これはやばい。あー、自動回復があるからまだいいけど。これはやばい。いやいや、トラップえぐいって。いや、一番はさ、その形がわからないっていうのが一番きついね。こんなものかな。あー、先が見えんのはきつい。いや、絶対なんか出てくるでしょう。我々は解することで機械と化してしまっている。技術は人類を助けるもので、取って代わるものではない。人類は取って代わるものではない？どういうことだ？なんか変じゃない？ちょっと見てくるよ。え？ゼロデイってもしかして機械？いや、でもここってさ、あれ？もともとデッドセックがいた場所じゃないの？隠れ家じゃないの？ここ。なんか見覚えがあるよ。うわ、ここ絶対ゼロデイの根城だよ。バグリー、いろいろ分析してくれる？おや、許可されていないですって？なぜ許可されていないんですか？は？許可がないって誰の？それは、どうやら言葉にできないようです。めちゃくちゃムカつきますね。ああ、こういうのは言えるようです。
なんてこった薄汚いハッカーがバグリーをいじり回してる。ここを探しとくれ。何か出てくるかもしれない。そうですね、個別のデータポイントなら解析できるかもしれません。早急に調査を進めてください。エリア内にアルビオンの活動を検知しました。あちらもお目当てはゼロデイでしょう。はあ、やっぱゼロデイ、あれがバグリーか、もしかして。これはブロカテック社のバグリーのソースコード、つまり私の脳のコピーですね。スカイラーセンの研究所で入手したものです。でもね、これマーク一緒だもんね。さすがにやりすぎじゃない？連続殺人犯の遊び場かなんかみたい。ゼロデイはテミスドローンをリバースエンジニアリングによって独自に組み上げたようです。どれだけの数を揃えているのか気がかりですね。まあそうだね。ハッカーの真実と、なんでデッドセックのこと、結構いいような書き方してたような気はしたけど。ゼロデイは私たちがメアリー・ケリーから入手したチップの追跡技術を使用しているようです。それで一体何をしているのでしょう。とりあえずいろいろ使ってるのか、こっちが手に入れたものは。ゼロデイはフィラメントにバックドアを用意しています。マリクがしきりに言及していたあの監視用スーパーコンピューターです。なんてこと。デッドセックは知らず知らずのうちにゼロデイにおもちゃを提供していたようですね。デバイスを見つけたのでもう少し詳しくわかるかもしれません。デバイス、そっちか。ってことは情報が最初から流れてたってことか。痛そうだな。ん？お前たち、もういい。立たせてやる。ガイ・フォークスにしては若い。マスクも違うな。黙れ。俺たちは爆破を止めようとした。仮に俺がその言葉を信じたとして、この状況が変わると思うか？裁判官で陪審員で処刑人気取りか。アルビオンにそんな権利はない。それはどうかな。聞け、全部隊を招集し町を封鎖しろ。医療援助を提供、負傷者を救え、それと銃を。とにかくカメラ映りがいいように。いいな。おやおや、ナイジェル・キャスはロンドンの爆破事件について詳細まで把握していたようですね。そしてデッドセックのセーフハウスの場所も、まるで密告者がいたかのようです。まあ、あなたにもそのうち分かることかもしれませんが。ん？こっちのパソコンも反応してるね。てかこの場所を知ってるのがもうバグリーとあの人しかいないんだよね。ハードリセットの時間だ。あー、やっぱつらいものだ。ロンドンは燃えてる？一部は。なら仕事は終わり。フィラメント行動を。議事堂のはデッドセックのやつが止めた。正直あれは
かなり重要だったんだがな。ロンドン史上最悪のテロには変わりない。不十分だって言うならいやだが取引はなしだ。私を敵に回す気？ミスター・キャス、お前は仲間を裏切って街中を爆破した。危険なおもちゃを与えたら何をしでかすかわからない。こうすべきだろう。逃げたぞ、捕まえろ。あー、だから生き延びてたのか。そんな、嘘でしょ。ザビーネ、私たちを騙したんだ。ダルトンも殺して、ザビーヌはゼロデイだったんだ。あのクソ女、彼女が私のメモリを消去した理由もこれではっきりしました。調べるべきものはまだまだたくさんありますが、ドロールブリタニアを稼働させているコンソールを特定したので、まずはそちらから対処しましょう。ん？なんか開いたね。これか。ドロールブリタニアだ。なんだろう、 CTOS のパッチ？私じゃ止められない。誰にも止められない。そういう風にできてる。で、感心した？ドロールブリタニアが何なのかによる。社会を一掃するんだよ。デッドセックが駆けずり回ってる間、私はソースコードを消去した。ハードウェアもボン。あんたたちが必要なものを揃えてくれたおかげだよ。ありがとう。それで人に働かせて、あんたはここで高みの見物？ゼロデイの他の奴らはどこ？私だけだよ。変革のために本当の意味で自分を犠牲にできる人間なんてそうはいない。歴史に名を残すのはいつも一匹狼。いかにもイカれた奴のセリフ。キッズ、せめてこんなことした理由くらい聞いてほしかったのに。まあいいけどね。今までお疲れ。デッドセックはもうその役目を終えたんだよ。再開しろ。今日大勢が死ぬ。共に行こう。胸を張って。辺りを探せ。はあ、やっぱザビーネか。やべえな。ザビーネが私をアルビオンと一緒に閉じ込めたんだよ。セキュリティシステムに侵入してブラストドアを開けるには時間が必要です。処理が終わるまでなんとか生き延びてください。処理が終わるまでね。分かったよ。見たぞ、諦めな。はい、諦めろ。うん、マジか。なんか途中から全然会話に入ってこなかったりとかあったけど、やばいやばいやばい、こっちが痛かった。ドアのロックを解除しました。ナイス。速やかに脱出してください。はいはい。うわー、タレットとかめっちゃ。他の出口を探さなければなりません。こっちか。アルビオンが工作員を阻止するために町中に兵士を配置しています。いいね、やっと奴ら当てられるようになったみたい。すごい。勝てんだよな。オラ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 、よし。なんであいつら俺の居場所がわかるんだ。やばい、味方がやばい。ああ、やられてる。うん。
オッケーかな。なかなかね、弾がもったいないんでね。威力はやっぱ低めか。よし。最後に見たのは向こうだ。攻撃できない。見えてるぞ。なこっとんない。やべえな、え、前、何言ってきた？ガスか。だね、ガスボンベがあるから。ちょっと、止まりなさい。君はもう終わりだ。隠れて。トラップ無視できたね。君の行いで何が解決した？壊れるの早すぎね。探りを入れよう。よし。はい。で、もうちょいかな。お、これで上がれる感じか。ああ、危なかったー。危なかったけど逃げられた。ええ、素晴らしい対応でした。逃げられたってそんな言い方あり？くそ、アルビオンがあちこちから追ってくる。みんな狙われてるってのかよ。合流しないと。ザビーネがアルビオンにあなたたちの居場所をリークしました。メンバー全員が同じ状況です。目立たないよう集団での行動は避けてください。安全な集合場所はこちらで探します。さあ、とりあえず生き残ることから。まあ実際アルビオンを手配、手下に入れたわけだもんね。激しい激しい。こうなると。了解、被疑者のビークルにぶつけます。やばいやばい。いや、生き延びるのいいんだけど、どれくらい生き延びたらいい？
ハードリセット。くそ、どうなってるのバグリー。わかりませんが、緊急ミーティング用に代わりの場所を確保しておきました。お、マジで？セーブハウスから遠く離れたところです。今座標を送ります。緊急ブリーフィングに参加。その場所は？ちょっと借りるぞ。これは逃げ切らないと。タイヤは、うん、大丈夫。タイヤがパンクしてなければどうにかできる。これも突っ切るしかないか。こちらで手配した別の集合地点に向かってください。今向かってるよ。いやー、思いっきり反対側だったけどね。大丈夫そうかな。でもこれでバレるんだよね。あと300。よし。お、意外とバレなかったぞ。バーグリー、みんなはどこだよ。独立した安全な場所を確保することは不可能でした。それぞれに個別のポイントを送っています。この犯罪現場っぽい廃墟にいつまでいればいいの？俺は水浸しのトイレにいる。お前の方がマシだ。恩師の皆さんをお救いした方法についての文句が一段落しましたら話を始めましょう。いや、めちゃくちゃ高い。お、ついでに手に入れるか。ついでにね、テックポイントあるらしいからね。うわー、これはめんどくせー。よし、あとあと、これはもうあと、これは降りれないのか。ん？ちょっとね、このブリーフィングを開始すると全てのアクティビティ作業ミッションがロックされると。よし、じゃあ今回ここまでしましょう。いやー、やっぱザビーネが最後だったか。なんかね、途中からちょこちょこおかしかったからね。ということで、今回はここまでとなります。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。